になりました。お待たせをいたしました。我らが維新の党代表松野良久が到着いたしました。それではもう早速代表から皆さんに訴えをさせていただきましょう。それではお待たせをいたしました。維新の党代表松野良久です。どうぞよろしくお願いいたします。東京駅ご通行中の皆さん、こんにちは。松野頼久でございます。維新の党、維新の党であります。ありがとうございます。今日はですね、国会で安保の法案が与党単独の強行採決で通過をさせられました。私たちは自分たちの案をしっかり出して、我々はただ反対だけの野党ではない、こういう中で対応したつもりであります。我々の案は今の政府の案ですと、地球の裏側まで戦争に来てしまう、他国の戦争にこのずっと日本が維持してきた平和が他国の戦争に突き合わされる、こういう可能性を秘めている法案なんです。と同時に、憲法に抵触していると多くの憲法学者が言っている。私たちも当然将来は我々の国、自分の手で守らなければいけないと思いますけれども、それにはまずきっちりと憲法のできる範囲内で自分たちの国を守るためにしか日本は武力攻撃をしない、日本は戦争に巻き込まれるようなことはしない、そういう思いの中で法律を出してまいりました。もしここから先に進むんであれば、国民の皆さんの過半数の同意を得て憲法改正して筋を通してやるべきなんじゃないか、このように私たちは思って、憲法の範囲に国民の皆さんが一番心配をしている他国の戦争に地球の裏側まで来て引き合わされるようなことはない、この思いで法律を出させていただいたところであります。ただですね、本当に去年の12月の選挙で私たち衆議院では40議席しかないんです。だから最後与党が強行採決されると、もう手も足も出ない、民主党の皆さんや社民党の皆さんや生活の党の皆さんと合わせても130の議席しかない、与党は320の議席を持っているわけですから、多数決の世界ではもうやられてしまう、これが現実です。ただその中でもどうやったら、あとは皆さんが世論の力で次の選挙でもう戦争に参加するのはダメだ、他国の戦争に地球の裏側まで行くようなことはダメだと言って、もう選挙でひっくり返してもらうしかないんですね。選挙、民主主義はそういう形になるんです。ですからどうか皆さん、今の政治に対して選挙に行ったってどうせ一緒だと思わずに、この投票所に行って一票を入れていただきたいと思っています。我々維新の党は根本的にこの安保の法案もそうですけれども、もう一回この日本の国を徹底的に無駄遣いを省いて、もうこれ以上税金が上がらなくてもいいようにする、それが私たちの言っている行政のコストを下げる公式法改革なんです。どうですか皆さん、オリンピックの国立競技場の話、なんと3000億ものお金をこの財政がなくて消費税を上げなきゃいけないと言っている最中に、もう無駄遣い無駄遣い無駄遣い、そして所詮みんなから集めた税金だという思いで誰が責任者かわからない、もう何千億かかってもいいんだ、誰が責任者かわからないような状態で、もう無駄なスタジアムを作る、ありがとうございます、3000億ものお金を使う、大体若干耐震があるから簡単には比較できませんけれども、ロンドンのオリンピックでスタジアムを作ったのは大体500億だそうです。物価が違うからこれも比較できませんけれども、北京のオリンピックの時のあの大きなスタジアムも大体500億ぐらい、5、600億ぐらいしかみんな世界ではかけていないんですね。日本は1200億の予算が2000数百億に膨らんで、さらにそれが膨らんで膨らんで3000億ものお金をたった1日の開会式のために使う、そしてもう設計変更が間に合わない、こんなことを言いながらこれをご了承しようとしてるんです。どうですか皆さん、
どん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 今税金上がってるんですよ。年金の受け取る金額どんどん下がってるんですよ。あまりにも落差が激しいじゃないですか。国民年金だけだと今税金5万円ぐらいしかもらえませんよ。そうやって多くの皆さんが苦しい生活をしてて、消費税がもう来年 10% に上がるというのに、オリンピックでこんな無駄遣いをしている、国立競技場のためにこんなバカなお金を使っている。国立競技場だけじゃありませんよ、ダムですよ、ダム。今民主党政権の時に80のダムの凍結をしました。でも安倍内閣になってから50のダムが復活してるんです。ダムですよ。もう人口が減っていて水の需要はないんです。もう今以上に水は必要ないんです。にもかかわらず50個もダムを作る。つい先日ヤンバダムの復活が新聞に出てました。本体工事だけで5800億かかるそうです。周辺整備まで入れるとヤンバダムだけで1兆円のお金がかかるんですよ。まあヤンバほど大きくなくても全国で50のダムを作る、何十億というお金をこれから水の必要もないのにダムに投入する、こんな馬鹿げたことをやっているんです。空港だってそうです。茨城空港作っちゃいました。神戸空港なんか関西国際空港から見えてるところに作っちゃった。静岡空港だってそうですよ。利用客がいなくて格安航空会社が1日1便か2便なんとか飛ばしてる。それもお客さんがいないから撤退しようかと言ってるのに、今度は補助金出して撤退しないでもらってる。馬鹿げた話じゃないですか。そもそも利用客がいないところに空港作っちゃダメなんですよ。空港1個作るのに何兆円とお金がかかるんですよ。そうだ、こういう政治が今行われているんです。今回は今日は安全保障ですけれども、戦争に加担するかもしれない、それによってまた何十兆という装備を、軍事を、お金をかけなければいけない。ダムを作る、空港を作る、国立競技場を作る、もう人のお金だと思ってもうめちゃくちゃな無駄遣いをしてるんです。日本は1000兆の借金を抱えて消費税がどんどん上がる、こんな状態にもかかわらず税金の無駄遣いは止まらない、馬鹿げた話をやっているんです。どうか皆さん、次の衆議院選挙しっかり今の政治を見ていただいて、ぜひ投票所に足を運んでください。なんか今日テレビ見てたらば、今回安保法制強引にやったって国民はすぐ忘れちゃうんだって言ってる自民党議員の話が出ていました。バカにしちゃいけません。皆さん絶対にこれ覚えてますよね。これ何年か後に必ず戦争に日本も巻き込まれて、自衛隊の皆さんが血を流してしまう日が来るかもしれない。その時にどうか今日のことを思い出していただきたい。あの時の強行採決がこの60年間70年間ずっと戦争をしないできたこの日本が戦争に巻き込まれる日が来る、必ずそういう後悔をする日が来ると思います。どうか皆さんのご支持ご支援、我々維新の党しっかり受け止めて国会の中で活動していくつもりでありますので、どうか皆さんのご支持ご支援のほどお願い申し上げまして、私松野からのお願いとお伝えといたします。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。